シュトラールズンとはドイツの都市。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、フォアポンメルン流原群に属する。人口は約5万8000人で同州第4の都市である。スウェーデン語ではストラルスンドと呼ばれる。2002年にユネスコの世界遺産、シュトラールズンと歴史地区とビスマール歴史地区の一部として登録された。バルト海に面した港湾都市。 流言島や秘伝税島へ渡る、際の交通の拠点。近隣の都市としては、約45キロ西に、オストゼーバートブストロー、約55キロ南西にロストック、85キロ南に、ノイブランデンブルクが位置している。1209年に、成立、1234年に、都市圏を獲得した。町の成立当初は、リューベックと対立して、 町が破壊されたこともあったが、1278年に、ハンザ同盟都市の一員となり、リューベックとの関係も改善されていった。1370年には、この地で、ハンザ同盟らとデンマークとの間にシュトラールズンとの和議が成立している。17世紀、30年戦争中の1628年に、包囲され、戦争の講和条約である、ベスト・ファーレン条約によって、 スウェーデン領となった。ナポレオン戦争では1807年と1809年と二度戦場になり、戦後はプロイセン王国の支配下へ置かれた。ニコライ教会、ヤコブ教会、マリエン教会シュトラールズンとは、シュトラールズンと歴史地区とビスマール歴史地区として、世界遺産に登録されている。ありがとうございます。